中国共産党当局は、ソロモン諸島のほかに、少なくとも太平洋諸国2カ国と安全保障協定の締結に向けて交渉しており、太平洋における影響力を急速に強めています。A.C. フィナンシャル・タイムズ20日の報道で分かりました。フィナンシャル・タイムズ紙は20日、中共がフィジーやパプアニューギニアなどの島国と安全保障協定に署名したと報じました。 アメリカの同盟国の情報当局者の話として、アメリカ・インド太平洋軍の本拠地であるハワイから3000キロ離れた太平洋の島国であるキリバスとの安全保障協定交渉が最も進んでいると言います。この協定はソロモン諸島とほぼ同じ内容になると当局者は懸念を表明しました。キリバスの野党党首、テシー・エリア・ラン・ボーン氏は、 中国は我々の地域の戦略的場所に軍事的プレゼンスを確立しようと計画しており、我々はその計画における次のターゲットであると述べました。また、中共は20日、バヌアツ共和国第2都市であるルーガンビルの国際空港をグレードアップして建設することに合意しました。同空港は第二次世界大戦中にアメリカ軍の主要基地として使われました。 アメリカ国務省の関係者は、アメリカがそれらの安全保障協定、特にキリバスに対する懸念を有し、非常に真剣に受け止めていると述べました。中京は、軍事的または準軍事的な方法で、活動できる場所を世界的に拡大しているようです。中京政府は、太平洋の島々に戦略的拠点を構築しようとしています。 アメリカは今年9月にソロモン諸島とのハイレベル戦略対話を開始し、相互の安全保障上の懸念や公衆衛生、金融などの分野での協力拡大を協議する予定です。